子供が喜ぶおかず集、お弁当作り置き5選。まずは全5品の下準備を始めます。子供が大好きなさつまいもの甘煮は皮付きのまま輪切りにし、水にさらしておきます。人参は3品に使うので、2本丸々細切りにしていきます。1本はキャロットラペに、残りは半分ずつイカのマリネとナムルに使用します。この作業が終われば楽なので頑張ってください。もう少し、もう少し。きゅうりの両端を落とし、細切りにしていきます。切り終わったら、人参1/2本分と一緒にボウルに入れ、塩を振って揉んでおきます。細切りの作業が多いけど頑張ろう。玉ねぎは薄切りにし、水にさらして辛みを抜きます。ほうれん草は4センチの長さに切るだけ。イカを胴とゲソに分けていきます。右手で目の部分を持ち、左手で胴の部分に指を入れ、左手で左に引っ張ります。目と口を切り離し、胴の中に手を入れ軟骨も取り除きます。胴から三角のエンペラを剥がし、皮も一緒に剥いでいきます。イカをよく洗ったら、胴を1センチ幅に切っていきます。ゲソとエンペラも食べやすい大きさに切っておいてください。下準備はこれで終わり。あともう一息頑張りましょう。3口コンロすべて使ってお湯を沸かし、人参、もやし、ほうれん草を2分半茹でます。イカは1分くらいさっと茹でます。さつまいもをフライパンに敷き詰めて約5分茹でます。さつまいも以外の食材はざるに移し、水気を切ります。みりん、砂糖、はちみつで味付けし、よく混ぜたら落とし蓋をして弱火で煮詰めます。肉そぼろを作ります。フライパンに合いびき肉を入れて炒めます。シリコンのヘラでトントンと叩きながら炒め、そぼろ状にしてください。火が通ったら合わせ調味料を加え、馴染むまで数分炒めます。ナムルと合わせてビビンバにすると美味しいよ。出来上がり。塩もみしておいたきゅうりと人参、水気を切った玉ねぎ、茹でたイカを合わせてマリネに仕上げていきます。味付けはオリーブオイル、お酢、砂糖、粒マスタードです。よく和えたらイカのマリネの完成です。キャロットラペも仕上げていきます。実は味付けはイカのマリネと同じなんです。ポイントはナッツと一緒に和えること。ナッツの風味と食感がよく合います。ぎゅーっと水気を絞ったほうれん草、人参、もやしに味付けをしていきます。ごま油、ごま、醤油、鶏ガラを加え、よく混ぜたら完成です。そのまま食べても美味しいですが、肉そぼろと合わせてビビンバにするのがおすすめです。あとは容器に詰めるだけ。
イカのマリネの日持ちは4日、キャロットラペは1週間。三色ナムルは4日。肉そぼろは3日から4日。さつまいもの甘煮は5日間です。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。